に残したい授業大真理子です。このチャンネルは普遍的な問いに対するお考えをお持ちの方々にお話を伺い、一緒に考えていくというチャンネルです。今日は、内田達さんをお招きしています。内田先生、こんにちは。こんにちは、よろしくお願いします。よろしくお願いします。あの先生の本を何冊も拝読しているので、とても楽しみにしてきました。今日はここの背景に出している困難な成熟という本に書かれていたことをあのテーマにお聞かせいただきたいんですが、この本はあのいかに成熟するのが困難かということがいろいろな軸にわたって書かれていたんですが、私がこの本から受け取ったメッセージは、まあ、今この現代っていうのはすごく短期的な目線にとらわれるようになっているというか、そうあの長期目線を持つことが難しいのが今だと思って、でそんな時代にあの私という個人だけではなく、人間という種族として生き延びるためにはどうしたらいいのかっていう、まあ、そのみんなってとか仲間とかいう概念が薄れているんじゃないかなって感じるんですけど、その生き延びるための感度っていうのはどういうふうに高めていったら良いでしょうか。ですね、まず単純な話から言ってですね、はいはい、集団で生き延びていくっていう時には、とにかくあのいくつか集団が生き延びるためには必要な条件があるんだけども、はい、一つはもちろんあのできるだけあの集団のメンバーたちっていうのが独特の能力を持ってるっていうですね、はい、余人を持っては代え難いっていうですね、はい、その一人で全部のことはできませんから、みんなでいわばその分担するわけですけども、その分担がなるべくみんなその、専門分野がばらけてるっていう方が、まあ、ね、いろんな問題に遭遇した時に、はい、あそれ俺の得意分野って人がいると、まあなんかそのいろいろじゃないですか、なんかその外国語がうまいとか、はい、なんか、うん、車の運転がうまいとか、はい、メカに強いとか、なんかサバイバル技術がとかさ、はい、料理がうまいとかね、はい、みんなこう違ってて、そんな人がいっぱいいて、メンバーがいた方がとにかくあの危機的状況に遭遇した時に、あのそこで、はい、あのね、難題を処理してその先にスッと進む時に、やっぱしできるだけあのみんな散らばった能力がいい、はい、多様性があった方がいいって一つと、はい、それからとにかくあの、ね、生き延びるためには メンバーたちがみんなとにかく高い能力が発揮できる状態にしておきたいわけですよね。100の力を持ってる人が、ね、100だけじゃなくて120とか150とか200とかいう能力が発揮できるようにしておきたいと、はい、まあ、いつもいつもですけども、緊急避難的にはですね、お前ちょっと頑張ってって時にさ、100の人が200にポンとなってですね、なん、ね、とか危機的なことを乗り越えられるっていうふうにするわけなので、はい、あの集団が生き延びる上で一番大事なことっていうのは、一番が多様性で、はい、2番がエンパワーメントっていうかですね、その一緒にいるメンバーの持ってる力をどうやって高めるかっていうことなんですよね、はい、でこれがまあ誰が考えてもですね、あの危機的状況を乗り越える上で一番必要な条件なんだけども、はい、今の日本社会、まあ日本だけじゃないんだけども、全く逆になってるわけですよね、うんうんうん、多様性がなくなっていて、みんな同じことをやるようになってきた、ね、みんな同じ分野でみんなができることをみんなよりうまくできるってことで競争している、どん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 とにかくその、ね、できることが減ってきてるっていうね、うん、まあ、外国語って言っても、まあ、ほとんど英語しかできなくなってる、うん、英語以外の言語になってくるともう、ね、0.1% ぐらいまで一気に減っちゃうわけですよね、できる人の数がね、うん、はい、でも他のその他のいろんな能力、ね、人間が生きる上では万能力あるわけだけども、その中の本当に限定された金を儲ける能力っていう、まあ、ほぼそれだけにしか、まあ、今人が価値を認めてないので、うん、金が儲かる能力っていうのと、みんなができることをみんなで上手にできるっていう形で競争してるので、多様性がどんどんなくなってるってことが一つと、うん、はい、それからとにかく狭いところに押し込まれて競争させられるので、競争っていうのはあの自分が勝つっていうのと人が負けるのって、ね、勝負っていうぐらいで同じことなんですよね、はい、っていうことはね、同じ集団の中にいて競争してる場合、相対的な優劣を競う競争してる場合っていうのは、相手の能力を下げるっていうのは勝つってこととイコールなんですよね、うんうんうん、だ一緒にあの集団を作ってるメンバーの他のメンバーの能力をどうやって下げるか、パフォーマンスをどうやって低下させるかっていうことをですね、無意識のうちにみんな競争してるわけですね、うん、だからそのね、多様性と、それから、エンパワーメントの反対なんですよね、は
品質性と、それから何でしょうね、意地悪っていうかですね、人の足を引っ張る、ね、すぐに突っ込んでいって人の火を鳴らしていって、その人がこう何ていうのかな、力を失っていって、生きる知恵と力をこう失っていて、しょんぼりしていくと、それを自分の得点っていうふうにカウントして、うん、勝ったっていうふうに思うっていう、うん、そういうマインドがすごくなんかもう蔓延してしまっているので、そのせいで日本、現代日本社会っていうのはもう日に日に集団としての力が弱くなっていっていうのが、うん、現実だと思うんですけれども、僕がだからまあ、はい、この本でも多分そういうこと言ってると思うんですけども、うん、とにかくその、はい、多様になろうよ、なろうよっていうことと、隣にいるんですね、一緒に、ね、集団作ってるメンバーたちに対してはどうやって彼らがもっともっと高い能力を発揮できるようになるのか、潜在的な持ってるですね資質をどうやったらね、発言できるのか、それをどうやって支援するのか、周りの人間がもっと仕事ができるように、もっと賢くなって、もっといい人になって、もっとなんかね成熟した人になるのに、どうやって自分はそれをアシストできるかっていうですね、そういうふうに考えるっていうのが、まあ、集団として生きていく上での一番基本的なマナーだと思うんですけどね、そういうことを多分書いたんじゃないかなと思いますけど、はい、書いてありました。物質的マインドセットですとかも書かれていたんですけど、うんうん、その今って、まあ、私が受けた教育、私は今36歳なんですけど、私が小学校中学校とかで受けてきた教育っていうのは、まあ、個性を大事にしなさいとかそういうことでもあって、うん、その集団として高まるにはっていうことって全然、うん、教わらなかったんですよね。本当だね。そうなんですよ。でその個性ってものを結構履き違えちゃったのかなっていうのが私が感じるところなんですけど、そういうことだと思いますね。はい、そのここで書かれて、先生が書かれていた物質的マインドセットっていうのは、これ後半の愛国心のあたりに書かれていたんですが、緩い連帯の上に築かれた共同体っていうことと、それがこう必要があればもっと強い求心力を、組織力を備えた純度の高い集団を作り出すことができる。でその緩い連帯っていうのは異物の排除に向かわないっていうふうに書かれていて、うん、そのなんか連帯とかがあまり良くないもののように、それこそ、うん、まあ、戦争の反省じゃないですけど、なんか違ったメッセージを受け取ってきてしまったのかもしれないっていうのを感じたんですが、うん、いかがですか？いや、年齢的にそのね、よくわかります。その、うん、30年前ぐらいに受けた教育っていうのが、30年前っていうと80、90年代ですかね。85年生まれなので、はい、90年代、うん、年代ぐらいに小学校中学校で受けた教育って、その頃とにかくね、個性的であれっていうね、うん、それから何だろうな、スタンドアローンでいいんだっていうですね、うんうん、人とベタベタくっつくことないよっていうのがすごくあって、でそれって一つはすごく日本が豊かだったの、その時代ってね、うんうんうん、とっても豊かだったので、うんうん、まあ家族って集団作るのって基本的に集団作った方が個人でいるよりも安全だからってことなんです。安全保障なんですよね、うん、家族ってね、はいはい、基本的に安全保障なんですよ、はい、ね、一緒にいた方がね、誰か病気になった時看病してくれる人がいるか、なんかね、みんなが寝てる時に保証で立ち番する人がいるとかって、うん、集団でいた方が一人でいると、ね、大変なんで、その安全保障としては集団だったわけですけども、だん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 戦後日本が豊かになってきて、豊かになってくると同時に、やっぱりそのね、安全保障、あと豊かで、それからすごく安全な社会になって、はい、80年代、90年代の日本ってとっても豊かだったんだけども、豊かであると同時に結構安全な社会でもあったわけですよね。うん、だから、それまでやっぱり家族でカチッとこうバインドしてないと、なかなか難しく、あるいは地域共同体とか、血縁共同体とかですね、ネットワークしっかり作ってバインドしていかないと、まあ、例えば国なんかは当てにならないと。自治体とか行政とか当てにならないから自分たちでやるしかないっていうことがあったので、カチッとまとまってたわけですけども、統治機構もきちんと整備されて、で、ね、自治体のサービスもすごく良くなってきて、でみんながすごくお金持ちになってきたので、うん、だったら別に家族でいると鬱陶しいし、なんかあれこれとその同じ狭い空間の中にですね、人がひしめいてるっていうのも自分が好きなことできないし、好きな時間に寝て、好きな時間に起きて、好きな服を着て、好きなものを食って、
好きな音楽かけてっていう、好きな家具並べてってこともできないので、家族と一緒にいると。豊かになってきて、で、個性の発言ってことを教えられたので、はい、自己実現したいと。自己実現上、家族が邪魔だっていうようになったので、だいたい80年代の終わりから90年代ぐらいにかけてですね、家族解散っていう言葉がね、一つ、当時、キーワードになったんですね。村上龍と、それから糸井重里っていうですね、当時を代表するですね、まあ、なんでしょうね、その、オピニオンリーダーの人たちがですね、はい、最後の家族っていうとね、これ家族解散っていうのですね、相次いで小説書いたんですけども、二つとも家族が解散するって話なんです。もういいじゃないか、一緒にいなくてもって、うん。一人一人バラバラになって暮らした方が幸せだよっていうことを、かなり強烈なメッセージを発信していって、はい、でそれはね、すっごい受けたんですよ。あ、家族って別に一緒にいることないんだって考えてみたらって。もう、だってね、自分で稼げば独立して、自分で部屋借りて、自分でご飯食べて、家族といちいちその合意形成しながらね、その今日の晩ご飯何するっていうふうにいちいち相談しながら食べるとかですね、とにかく好きな音楽を大音量でかけるとかっていうこともね、あと、朝帰りしようがね、夜帰りしようが自由自在っていう、そういうような、なんかね、自由な生き方したいってみんな思ってたから、じゃあ家族解散万歳っていう感じになって、でそれはマーケットにとってみてもすごいビッグバンだったわけですよね。4人家族だった場合、ね、4人家族だったら家が1軒で、車も1台で、洗濯機も冷蔵庫も1台だけども、4人が、じゃあ解散ってバラバラになって、4人で部屋借りたら、ね、その、不動産も4倍になるし、そう、冷蔵庫も4台、テレビも4台、ね、で電話も4台ってなって、その家族解散っていうことは、資本主義にとってもですね、極めて望ましい展開だったので、これもう、電通とか博報堂とかですね、上げて応援したわけですよ、ね。家族解散っつってですね、もうね、集団で暮らすことないよ。で、今おっしゃった通りですね、そこの、そういう、なんつうのかな、電通的なマインドとかね、マーケットでドーンとかいうのと、別に、まだ当時、戦中派の人たちっていうのが結構ね、その左翼的な人たちっていうのが、かなりその論断で強い力を持ってたんだけども、この人たちは集団嫌いなの、結構ね。みんなでこうまとまっていって、こう、ね、集団がカチッとバインドしていって、一つの目標を掲げて、ね、一直線に行くぞっていうタイプのことに関しては、戦前戦中のすごいこう自分たちの苦い経験があるので、その集団でまとまって、打って一丸となってとかね、みんなで共通の目標を掲げてっていうのに対して、アレルギーを感じる人結構いたわけですよ。だから変な話ですけども、その年上の世代の国にとかね、に対するこう集団に対するアレルギーだった人たちとの、まあ、左翼的なイデオロギーと、はい、とにかくマーケットの拡大を喜ぶっていうですね、あと豊かで、とにかくもうどん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 好き勝手消費しようよっていうことをドライブするためには、ね、全員がもう自分の財布は自分で管理するっていう状態にした方がいいっていう資本主義の要請とかですね、なぜかカチッと噛み合ってしまって、80年代、90年代にかけてですね、日本の、共同体っていうのが解体したわけですね。でそれは当時はいいことだと言われていて、僕もね、その頃に、まあ、家族、自分の家から出て、で、結婚して、家族を形成してたわけだけども、なんつったらいいのかな。家族っていうのはどうやって言ったらいいのかに関してね、きちんとした方針なかったんですよね。これって本当はない方がいいものなのかなって、ね。だから一応奥さんとこう、なんか、こう、常にこう、なんつうのかな、割とこう、向こうはこっちって言って、俺はこっちって言って、その家族としての一つ方向性をまとめていこうっていうことはなくて、それぞれ勝手なことを大きい声で言ってですね、激しく朝まで議論し合ってっていう、どっちが正しいか決着つけようぜみたいな感じですね。そういうなんか割とね、だから家族ギスギスしてた時代なんですよね、その頃。だってなんか本来別に一緒にいなくてもいいじゃんっていうのが割とね、当時のベースにあったので、なかなかね、家族を維持するのが結構大変だったんですよね。それが先生の本を読んで驚いたのが、そういうものが結構時代的に価値観として、それまでは家族で安全保障だから一緒になってた方が絶対にいいっていう考え方から、家族なんてね、その家族でいない方がいいんじゃないかっていうふうに、かなり大転換180度。本当ですよね。でその時代の考え方の影響をもろにみんな無意識のうちに受けるっていうか、その考えるときに
フリーではいられないんだなっていうのをすごい本からも感じ取って、周りみんな同じこと言ってるわけで、うん、それに対してね、ちょっとそれ違うんじゃないかって言えないですよ、うん、思えない、うんうん、言えないし思えなくもなってくるんだなっていうね、うん、だって次から次と、だって糸井重里と村上龍にさ家族解散って言われたらさ、うん、家族やっぱり解散なのかなって、あと当時フェミニズムの時代ですからね、あそうか、この方たちがですねやっぱり ね女性の自立ってことをですね歌っておりましたのでね、うんやっぱりね、集団としてどうやってパフォーマンス上げていくなんていう、そういうそもそも問題意識って、80年代、90年代の日本にはなかったと言っていいと思いますね。うんうん、でそこから、まあ、時が経って2000年代、今、2021年が今ですけど、なんというか、そのやっぱり今もう主流にあるのは、まあ、個々人の自由っていう、まあ、もちろんですけど、個々人の自由ってもすごく 大切だと私も思ってますけど、その結婚もそうだし、なんというか考える際にやっぱり私という個人を単位で考えるのが現代だと思うんですね。でそれはでも結果的にはそうやって考えて行動していたら集団はどんどん弱まっていき、でこう人類の存続が不可能になるかもみたいに本を読んでると思ってどうしようってなるんですけど、はい、あの先ほど先生が多様性とエンパワーメントって教えてくださいましたけど、こう本で書かれていてこれはもっと知りたいと思ったのがその贈与の概念でもあって、あのこれは画期的だなってすごい感じて、そこにあるもの、すでにここにあるものに対して気づくっていうことがスタートだと思ったんですけど、そういうことってあんまり言われてないですね。なんかあんまり言われたことなかったなって思って、でも贈与論ってずっともうあの20世紀からマルセル・モースのとかですね、はい、うん、いろんな方たちのマリノフスキーとかいろんな人が贈与論、レヴィストロースもか、まあ、人類学の大きなテーマなんです、贈与論っていうのはですね、あの経済とかそれから、親族形成とかってことを考えたときに贈与っていうのって割とキーワードなんですけども、まあはいどうぞって人に物を差し、ね、どうって贈与っていうとあの人に、ね、なんかあげるっていう感じで、うん、ありがとうっていう感じで受け取るっていうふうな、はい、その、はい、あのギブの方を考えるんだけども、はい、あの贈与っていうのの出発点ってのは実はギブじゃなくて、うん、あの受け取る方なんですよね。受け取るところから始まってですね、あの何か受け取っちゃったって、うん、何か受け取ってしまったのであのお返ししないとまずいとね、うん、これもあのこれ反対給付義務っていう人類学の用語ではそういうんですけども、贈与してもらった場合にはそれに対してですね基本的にはお返しをしないと何か悪いことが起きる、もらいっぱなしはいけないよっていうのはね、これ人類すべての人類社会に共通している基本ルールなんですよ。もらいっぱなしにしておくと、あるいはねもうそれを溜め込んでおいて誰にも与えないっていうふうにやってるととても悪いことが起きる、モースのなんかの書いてるそのね、フィールドワークだともらったものを滞蔵してると死ぬっていうね、 それぐらい強いその信憑を持っている社会集団ってたくさんあるんですけども、まずもらった以上は返さなきゃいけないっていうことでね、であの誰かを捕まえてお返しする、まあ、お返しってあの本人に返すわけじゃなくてですね、違う人に返すんですけどね、もらったので、でなんであのもらったからじゃあ例えばお歳暮もらったりしますよね、はい、お歳暮もらった人からなんかねあの例えば、ワインの赤白2本詰め合わせをもらいましたって言うんで、その人にワインの赤白2本詰め合わせを返したらこれ角が立つでしょそれってねこれ貸し借りなしな、チャラな、俺らっていう感じでね、うん、それってそうです、ね、要するに、もうね、お前に物なんかもらいたくねえんだよっていう感じじゃないですか、ね、うん、はい、だからその、基本的にはね、あの返す場合っていうのはあの、ね同じ価値のものを返しちゃいけないわけで、例えばね、もらった時には、あのお歳暮いただいたら、お礼状を書くとかね、うん、で、僕の場合は逆にその、ね、僕にとってとても大事な方たちに、ね、お歳暮を差し上げていくっていう形でこう、うん、ぐる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 回っていくんですけどもね、うん、最初にとにかくね、非贈与っていうかね、あの物を受け取ったっていうのがあって、お返ししなきゃいけないっていう、ね、その贈与の起点、贈与のまあ運動っていうの、あのスタートラインっていうのは、あのもらっちゃったって。うん、もらう気がなかったのに気がついたらもらってしまっていたって言うんです。でそれってね何についても言えるんですよね、うん、だからこの、
経済的な交換 の最初にあるのは沈黙交易っていうのはであるっていうことをよく経済学の方に書いてあったりするんですけども、はい、要するにこう町、ね、あの昔の人がこう、ね、野原を歩いていたらここにポッと物が置いてあったで、あっていうんで、あ、これは私に対する贈り物だ、うん、で誰だか知らないけど私にこんないいものを送ってくれたっていうん でそれをいただいてお返しで何か自分の部族の特産品をピュイッと置いといてで行ってしまうと、またしばらくしてそこに行くとですね、そこにこう違うものが置いてあるんです。あ、また贈り物をした、それいただいて何か置いていくっていうですね。でそれ沈黙交易といってですね、それ、まあ、経済的な交換活動の基本、そこからスタートするっていう説もあるんですけども、その面白いところっていうのは、まあね、この村外れのこう、ね、終焉のところの人がいないところを歩いているときに、そこに自分宛ての贈り物が落ちていたっていうふうに思うってことなんですよね。それもしかしたら全然違うかもしれないわけです。そっか、あの、うん、あの普段接触のない部族の人ですが、そこにポイッと捨ててったゴミかもしれないし、うん、ね、動物が運んできたものかもしれないし、風で飛ばされてきたものかもしれないんだけども、うん、何かを見たときに、あ、これは私宛ての贈り物だって思った人がいて、お返ししなきゃと思ったところから贈与って始まるわけだから、つまり贈与のスタートラインっていうのは実は贈与じゃなくて、もらっちゃったっていう気持ちなんですよね。あのそれ何でもいいの。そこにね、誰が置いたものでもいいんです。全く無価値なものでもいいんだけども、あれ、これもしかして俺宛ての贈り物かなと思った人から交換活動が始まって、贈与の無限に続く贈与の、あの循環活動が始まっていくわけなんで、その人間にとって一番その、ね、大切な、あの、なんとかな、心持ちっていうのは、うん、あれ、これ、贈り物かなっていうふうに思うことなんですよね。だから、あの、例えばそのね、だから、人間の能力、例えば身体能力とか、ね、はい、よく目が見えるとか、鼻が利くとか、耳がいいとかってなって、はい、これって天賦の才能ですよね。天賦のってし、天からの贈り物なわけですよね。天からの贈り物なわけだから、こんなものもらっちゃったってね、体がすごい強い、腕力があるとかですね、そんなのって別に自己努力の成果じゃなくて、生まれつきこんな風になってたって、天からの贈り物だから、天からの贈り物だから、これは、ね、誰かにお返ししなきゃいけないと思って、うん、自分の、ね、持ってるものについてとにかく、ね、自分がなんかちょっとでも人よりも能力があったりとか、うん、ね、あの人よりも優れてるところがあるって言った時に、それはそれを俺のものだと、うん、これで どうやって金儲けしようとか考えるんじゃなくて、これは天からの贈り物だから、これどうやって、ね、世のため人のために使おうかっていうふうに考えるっていうのが、うん、贈与論のスタートなわけですよね。そうやって、あの、うん、そうやっていくと、まあ、経済活動も循環していくし、それからとにかくね、その、みんなが一人一人の持ってる人は、多様な能力を持って生まれてるんだけども、その、多様な能力を持って生まれた人たちが、みんな、自分の人に優れた能力っていうのは、天賦のものだから、天からの贈り物だから、これを自分のために使っては罰が当たるっていうので、人のために使っていくっていうことを、全員がやると、その集団っていうのは、ものすごく多様で、ね、で生産的で豊かな、うん、でなんか割とこう、ね、みんな、仲のいい集団ができるわけだから、贈与、うん、ってすごい大事な概念なんですよ。うん、なんかその言葉を聞くと、本当先生がさっきおっしゃってたみたいに、ギブのイメージを受けて私は思っていた、うん、こう勉強するまで、あの何か優しくてファンシーなものみたいに思ってたんですけど、そういうよりも、こうまあ、返さずにはいられないって、返さなかったら仮になっちゃうからっていう感じなんですかね。返さ仮っていうのかな、その仮、うん、ね、この人に仮があるっていうと、その人が問題なくじゃない、じゃなくて、はい、ある人から贈与を受けたのに、それに対して、ね、その何とかしなきゃいけない、その、うん、まあ返すっていうパスを回すっていうかね、もらったものっていうのは、うん、次の人に、うん、自分のところに留めないで次回さなきゃいけないっていうのって、うん、返すとは違うんですよね。で、あの、うん、借りがあるっていう、その人に借りがあるってんじゃないんですよ。うん、なんて言ったらいいんだろう。天に借りがあるってことかな。うん、そう、あの別に黙ってもらってじーっとしてても、その人から何も別に、あげたもんだから、俺、お前あげたのに、なんか、それからあと、ね、あの返礼がねえじゃねえか、この野郎って言って、別にイチャモンつけられるってことはないわけなんだけど、それを黙って持ってると、うん、天罰が当たるっていうですね。何か悪いことが起きるっていうわけだから、あの実際にはコントロールしてるっていうのはもっと、うん、あの上のものなわけ、うん、というストーリーなんですよね。なるほど。あのこれ私は生まれ
育ちが川崎市、神奈川県の川崎市 で、うん、で公立の中高に通っていたので、小学校も必ずしもこう家庭の状況に恵まれてない友人たちも結構いたんですね。でその私の大きなテーマが、まあ、そういう生まれながらに得ている大きな格差っていうのに対して、この社会はどうやって働きかけるのかっていうのを知りたいなと思って勉強してるんですけど、うん、でも今聞いてて思ったのが、そのだからなかなか恵まれない環境に置かれていると、私は天からまず恵みを受けたっていうふうに思えない状況、まあ、ひどく過酷な状況っていうのもあるかと思うんですけど、もっと遡って、まあ、手があり足がありとか、まあ、生まれたことにと か体を動かせることにとか、そういうレベルで恵みと感じるっていうところなんですかね、その難しい環境に置かれてる人においては。そうですね、うん、難しい環境、そのすごくね極貧とかですね、そういうね、うんうん、家庭親が片親いないとかですよね、うん、もうそういう環境の場合って、そこの中で自分はこうね贈り物をもらってるっていうふうに考えるのってものすごく難しいんだけども、うん、やっぱしね、それに成功した人じゃないと、うん、そこから脱却できないんですよね、やっぱり。まあ、すごく有名な例としては、フランスの、作家哲学者であるとか、はい、ナルベール・カミューって人がいるわけですけども、カミューって人はもう、はい、極貧の育ちなんですよね。生まれた時にすぐにお父さんが戦争で亡くなってしまって、お母さんは、文字も書けないし、まあ、精神障害があったりした人で、全く社会的能力なくって、でおばあさんのところに行って暮らすんだけど、おばあさんも、読み書きができない、おじさんがいるんだけどおじさんも読み書きできなくって、おじさんはおまけにその言葉がしゃべれないっていう、そういうでも極貧であって、非常にまあその知的な環境が全くないところでその少年時代を過ごすんだけども、とにかくねそこでずっと考えてるのは、これは一つの特権なんじゃないかっていうね、この社会の最下層にいるってこと、社会の最下層にいる人間しか経験できない喜びっていうのがあるんじゃないかっていう方向にですね、180度切り替えようとするわけですよね。例えばそのね贅沢に暮らしている人たちにとってはね、夜空の星の光なんていうのは何物でもないかもしれないけども、うん、社会の最下層にいる人間から見ると、うん、満天の星空っていうのはもう値札がつかない恩寵のようなものである。それからとにかくね、みんなで子どもたちで走って海に泳ぎに行って、ダバンと海に飛び込んでいくときのこの快感みたいなものっていうのは、もう楽しみがそれしかない子どもたちにとって、この海に飛び込んでいって、ね、海の冷たい水に包まれて泳いでいくときの快感っていうのは、そのまあね、普通の人がなんかお金持ちの人が自宅のプールで泳いでるっていうのとは、その快楽の質が違うっていうか、ね、快楽の桁が違うんだっていう形でですね、石品であるがゆえに世界を、ね、もうすごい豊かに享受できる、これは貧しさの特権なんだっていうふうにね、その多分 10代のぐらいにですね、うん、必死になって頭を切り替えていって、うん、その自分世間から見たらハンディキャップだと思われるところっていうのを全部逆に変えていって、でそういうね、その全てのものを社会的なリソースを剥ぎ取られた人間だからこそ、ね、わずかなものであっても、わずかな食べ物でもあっても、わずかな人の愛情であっても、ね、うん、それからわずかな知識であっても、そこにもう無限の喜びを見出すことができるっていうふうに、うん、作り変えていくわけですよね。だね、これってもちろん力技でね、それはカミューぐらい その能力の高い人だったらできるかもしれないけども、うん、一般の人にね同じことを要求するのは無理だと思うんですけども、でもそれでもそうなんですよね、社会の最下層にいて石品のところにいている人であっても、自分は天賦のものに恵まれているというふうに思いなしていくっていうね、豊かな恵み、恩寵の中にいるんだっていうふうに思うっていうことがないと、その人がずっとただ恨み続けていったり、悲しみ続けていったり、自分は全部奪い取られているので、自分には奪い返す権利があるというですね、人から奪ったりとかっていうことを正当化したりっていうことをしていると、その人の人生ってあんまりね、豊かなものにならないので、どのレベルにあってもね、社会的などのレベルにあって、あるいはね、すごい病気、まあ、神の場合は肺結核、17歳で肺結核になって、うん、その子の結核ってのはもう死に至る病だったんだけど、それでもね、もう余命いくばくもないかもしれないから、今ここでね、その海を見てるとか太陽を見てると、それだけでもう
一生分の幸福をそこでこうそこから吸い尽くそうとするっていう、ね、ようなそのことをするわけですよ。で、ね、そのやっぱり、ね、構えっていうのがね、自分の手元にもしね、あのこうね、わずかでも能力があるなら、まあ、神の場合だったらその、ね、周りのものを享受する能力ですよね。身体的な快楽っていうのを享受する能力、それがあるんだったらね、それをあの天賦の才能だと考えたい。それだからね、あのもちろんとっても大変なんですけどね、あの貧しくたって別にいいじゃないか、貧しさがを、ね、逆手にとって生きればいいみたいなね、そんな、ね、残酷なことっていうのを言ってはいけないんですけども、でもやっぱりね、すべての人はすべての人なりに自分には恵まれている天賦のものがあるっていうふうに思った方が絶対に幸せだし、その後、うまくいく、なんか切り開いていく力を持てる気がしますね、そういうふうに考えた方が、ありがとうございます。そっか、そういうことをなかなか、その教わらない、学校教育で教わらないっていうことも、そうもあるし、周りその環境がなかなか難しい場合は周りの人もそういうふうに思わないことが多いっていうか、だからどうやったら気づけるかっていうのは本当に、なんか並大抵じゃない難しさもはらむかもしれないんですけど、ここで先生が書いてて本当に私にこの本の中でこんなメッセージを書いてて心に刺さったのが、教育っていうのがはおせっかいであり水煮を切ったものであるっていう、教育の本質はっていうのをすごく刺さって、教育って聞くと私はどうしてもやっぱ小学校とかああいうものを思い浮かべちゃうんですけど、必ずしもまあそうではないし、なんかこういうことを知らせたいとか、こういう例えばこの今先生がおっしゃったようなことを伝えたいみたいな、そういうあんまり特に要請もされる前にそういうでもそれでいいんだっていう、メッセージを受け取ってすごい励まされたんですけど、この教育はおせっかいであり未然に起きることっていうこと、ぜひちょっと教えていただいていいですか、皆さんに。もともと学校の発祥っていうのはね、特に、子どもたちの学校教育で小さい子どもたちを集めて教育するっていうのは、ニーズのその市場のニーズとか親からの要請があったわけじゃないわけであって、ずっと近代に至るまでですね、子どもたちっていうのは小さい大人だったわけで、家庭内の労働者で一番こう、力が弱くて一番発言権がなくて一番家族の中の最下層にいる人間として、大人たちから、年中の大人たちからですね、ずっとこき使われてたわけですよ、だから児童労働っていうのも早い、みんな労働してたし、だからその貴重な労働力ですからね、だから学校なんかに行かせたら困るわけだから、その長いこと近代の学校教育始まる前っていうのは学校と親との戦いだったんですね。子供を家から出したくないと、だって働き手なんだから、学校なんか行かせたら困るっていうのと、いや学校に来させてくださいと言ってね、そのままずっとね、そんなことよりもとにかくもっともっと子どもたちにも、ね、字を教えたり、ね、算術を教えたり、地理や歴史を教えていって、もっとしっかりしてですね、社会的能力を身につけていって、ね、社会的な、ね、上昇を目指すようなね、いろんな才能を持った子だっているわけだし、ね、文学の才能とか音楽の才能とか美術の才能とかですね、演じの才能とか持ってる子いるけども、家庭内のね、その小労働力として使い切られてしまってですね、疲弊しきってしまってるわ、ね、そんなせっかくの才能が開花しないのもったいないかなっていうんで、とにかく学校側は何とかして子供を学校に来させようとする、親は絶対にやらないっていうんでですね、ずっと延々と公教育って戦い続けるんですよね。だからね、19世紀の終わりぐらいでもですよ、アメリカのニューヨークで19世紀の終わりでも、義務教育の期間ってね、8週間とかなんですよ、年間に。短いの19世紀末のニューヨークでそんなもんなんですよね、本当に。50日のうち8週間で、あとの44週はもうしょうがないから親が子どもたちを働かせるわけですよね。で地方の場合だったら結局もう農繁期は絶対に学校なんてやらせないって言って、その11月から3月ぐらいまで雪が降ってもう農業ができないって時だけ学校に行ってもいいと。
で12週間とか14週間とかですね。だからとにかくそうやってちょっとずつ8週間でもいいからとにかく、ね、家から話してくださいって言ってきて、うん、ちょっとずつちょっとずつ家から話していって、だん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 学校に取り込んでいったわけなんですよね。だからね、ニーズなかったんですよ。全然マーケットのニーズとか親のニーズとか全くなくって、嫌がる親から無理やり子供を引き離してきて子供たちを守った。もっと古いのはね、例えばそれより以前のヨーロッパなんかでイエズス会が小学校みたいなものを作るわけだけども、イエズス会の学校に子供を入れたもう最大の理由っていうのは親が子供を殺すからなんですよ ね。当時の本当に18世紀ぐらいまでって子供たちって、まあ、とにかくもう人間として扱われていなかったので、家庭内でしばしば子供たちは殺されたんですよね。まあ、実際に親の暴力によって死ぬ場合もあるし、それから狭いところに押し詰められているので餓死するとかですね、圧死するとかいうこともあったし、でもちろん児童労働に働かされて、4歳とか6歳ぐらいから工場とかで働かされて、でも死んじゃうっていうこともあって、とにかくそれに対して親から子供を奪還して守るっていうのがイエズス会がキリスト教の学校を作った時の最初の理由であって、親も子供も神の前では同じ権利は一緒なんだと、うん、親には子供を殺す権利はありませんっていうね、というようなことをイエズス会士が訴えて学校を作って、だから最初は学校は子供たちを守るためにあったんですよ。子供を守るとか、ね、親が子供を、まあ、収奪していくところから何とか子供を奪還して子供たちの人権を守るとかいうところからそもそも学校って始まってるので、学校の一義的な使命っていうのは子供を守ることなんですよね。子供をそれ以外の親も含めて社会から守る、子供の健全な育成を支援すると、育っていうか温室の中に入れるってことなわけですよ、ね、だからそのないんですよニーズがみんなは子供を思いっきり収奪しよう、使い切ろう、使い倒そうとしているところに割り込んでいって、その子供たちを守って子供たちに、ね、不要不急の学問のようなものをさせてね、いやこれ将来役に立ちますからって言って、もう騙し騙しですね、社会と子どもたちを隔離するっていうのが学校の本来の最初の使命だったわけなので、社会的なニーズがあるわけないんですよ。だからこれお接待もいいところでね、イエズス会士にしてもね、アメリカの公教育にしてもね、親はいらないって言ってるのに、いやそこを曲げてって言って学校に引っ張り込んでくるわけですから、戦いなんですよほとんど。だ学校もね、そのね、ニーズがあるのかないのかって、今はそこと平気で言いますけどね、学校教育ってね、よくその保護者のニーズをよく見極めてね、保護者が求めるような教育サービスを展開しなきゃ、生き残っていけないぞとか言ってること、バカ言うんじゃないよって話でね、そんなの。はじめなんて、ニーズなんか何にもないわけですよ。学校の側に子供を守る、守って子供の成長を支援するっていうミッションがあるから、だから基本的に、学校ってスタートはミッションスクールなんですよ、本当に。使命を果たすためにですね、嫌がる周りの人たちを押しのけて、そこから子供を守っていくっていうですね、そういうミッションを果たすために学校があったわけなんで、初めからおせっかいだし、ね、未然に切ってやるわけですよね。未然に切るどころか、親たちから罵倒されたりですね、その本当に殴りかかられたりしながら、それでも教えるっていうですね、それぐらいの覚悟はいるもんなんですよ、教育って。ずいぶん私たちが体験してきたものとは違う始まりだなっていう、始まりはそうなんです。驚きです。原点に戻って考えないといけないんですよね。そのミッションって、ミッションっていうのはだから誰かが言われてもない、親からすいません預かってくださいとか言われてもないけど、これは守らなきゃいけない存在だって気づいて始めたっていうミッションを掲げたっていうすごいことですね。それにやりだした。だからおせっかいなの。おせっかいだし、周りの人からね、余計なことするんじゃねえとかですね、絶えず文句を言われるそういうもんなんですよ。周りからね、拍手喝采されてね、親からも世間の皆さんからもね、学校教育してくれてありがとうございますなんてことって言われるとかないんですよ、普通は。余計なことしやがってって言われるんですよ。今だってそうですよ。今だって大学なんかだってずっと余計なことしやがってって、やめろやめろとずっと言われてるわけですからね。それ政治家からはね、そのなんか愛国教育をしろとかなんかね、その財界の人たちからはね、もっとこの、ね、生産性の高い人間作れとかっていうんですよ。向こうはニーズを押し付けてきて、冗談じゃありませんよ。別にこっちはあんた方のニーズのためにやってるんじゃなくてね、子供たちの成熟を支援するためにやってるわけだから、しっしってこう追い払わなきゃいけないわけで、基本的には社会と学校の敵対関係ってね、本質は変わってないですよね。
私子供が3人いて、で小学校とか幼稚園に通わせてるんですけど、すごく感じるのは、学校の先生って本当に今難しい状況に置かれてるというのが、親にものすごく気を使ってるっていうか、そう、本当それが伝わってきて、だから誰かすごい文句言う親がいいのかなとか、そのプリントとかを見てると、あまりにも腰が低いというか、なんか申し訳なさそうにいろんなことを伝えてくるから、そんなに怒られてんのかな先生たちはとか思うんですけど、もう怒そられてるみたいですよ。うね、それが、だからそもそもその親たちも学校に対して怒ることが正しくないっていう、なんていうか、ことを自覚しなきゃいけないし、かといって別に学校が横暴になるのは望んでないと思うんですけど、そのミッションは何かってことに立ち戻った方がいいそうでのすかもね。しれないっていとうにかか。くね、学校教育成功させるためには、先生たちが機嫌よくて元気であるってことがもう第一条件なわけで、先生たち腰が引けててね、でなんか暗い顔しててね、いつも上目遣いでおどおどしてるなんていうのは、教育環境としては最低なわけだから、そういうところに絶対に教員を、ね、彼らにその恐怖とか屈辱感を与えるってことは絶対しちゃいけないことですよね。で、そのモンスターペアレンツっていうのがね、実際いるわけだけども、このね、なかなかね、モンスターペアレンツの破壊力っていうのが大きくて、その35人の、ね、クラスに1人、そういうモンスターペアレンツの親がいるだけで、先生って結構壊れちゃうんですよね。そうだあととの思いま34す。人がみんな先生のことを指示してても、1人の人がずっと文句言い続けて、夜も家まで電話かけてきてとかってね、もう12時までずっと怒鳴ってるとかいうのがあると、もうそれで、やっぱり先生たちっていうのがもうバンアウトしちゃうんですよね。だそうと、思い破ます。壊力あるんですよ。だから、そのも、ね、モンスターペアレンツみたいな人、ね、どうやって、もうある程度の数にいるのは仕方がないんだけども、今ちょっと比率が高すぎるので、その比率をどうやって下げていくのかってことですよね。100人に1人、ね、500人に1人、1000人に1人ぐらいまで下がっていったら、あんまり破壊力なくなるんですけど、ね、今は本当に30人に1人ぐらいのペースでモンスターペアレンツがいるので、これを何とかしてね、そういう生き方は良くないよっていうことをやっぱりね、本人に理解させないといけないんですよね。それこそこの本の本当成熟ってことが、まあ、モンスターペアレンツもそうですし、インターネットで罵倒を書き込む人たちとか、本当ね、ヤフーコメントにもすかさずすごい嫌味なことを書く人とか溢れてるから、それもう少ない少数なんだと思うけど、それがを受けると人はものすごくダそうですメーね。ジを食らうっていうことを、そうまあ、なそんれでがすよ。やってる人には喜びなのかもしれないけど、それでいい方に向かうのかどうかっていうのを、なんかこうみんなで考える機会を作るとか、そういうことなんですかね。どうすればいいのか、私も本当になんか悩んじゃうというか、子どもたちが大きくなっていく社会で、このあと大きくなっていく中で、子どもたちの、我が子ってところに焦点を当てて、この子たちの、まあ、頭脳を高めるとか、そういうことはやればできると思うんですよ、きっと。だけどそれをしたところで社会全体が安穏とした雰囲気だったら幸せにはならないと思うんですよね。だからそこに対して何ができるだろうかって本当悩んじゃうんですよね。一定数いるのはしょうがないんですよ。人の不幸を喜びとするっていうマインドがね。だけど問題は人の不幸を喜びとするとかですね、周りの人にこう激しい攻撃を加えていって、その人がなんか生きる気力をなくすのを見て、それを喜びとするとかですね、自分の人が失点をすると自分の得点にカウントするみたいな人っていうのは一定数いるわけで、それはそういう邪悪な人って、そう邪悪な人、生からね、もともと邪悪な、本性邪悪な人っていうのは一定数いるのはこれしょうがないんですけども。社会的にその邪悪であることを、こう、なんつうのかな、受け入れるとか、ね、アシストするとかっていう風潮に関しては、それはそういうのは良くないですよっていうことを言ってですね、人間やっぱりね、親切が大事ですね。本当にそう思い ますね、とよいうようね。な当たり前のことをとにかくが広が、今のはね、その人に対して攻撃的であったりですね、人の非を鳴らしたりとか、過ちを激しく咎めたりすることっていうのは、世の中を良くすることだから、いいことなんだっていうですね。イデオロギーが結構信じられてるんですよね。激しく非難するっ批判てとこかとバッが。シングが。だからこれもね、程度問題であって、そのね、なんつうのかな、
もちろん、ね、過ちがあったときに、過ちがそれを見過ごすとかね、見ないふりをするってのはいけないことであって、もちろんそれ、これ間違ってますよ、いけませんよ、なんだけども、でも、もしね、その間違ってることのある、まあ、システム、ある部局で起きたときに、結局そこの人たちがそれを直すしかないわけですよね。やっぱり教師に問題があった場合でも、その先生に、ね、自分を反省してもらって、で、また、ね、やり直していくっていうことをするしかないわけだから、批判すると同時に、エンカレッジもしなきゃいけないわけですよね。これちょっと間違ってますよ。大事なところです。でも頑張ってくださいねって言ったら、あなたしかやる人がいないんだからと言ってですね。で、こう、だから、相手の非を、ね、この欠点をとかね、問題点とか過ちを指摘しながら、かつその人に今よりもっと力を出してもらうっていうことを、2つ同時にやらないといけないんですよ。この2つ同時にやらないと、ただ批判するだけっていうんでは、システムってどん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 劣化していくんですよ。だって、その人がやるしかないんだから。だってその人じゃない人がやることだったら別に批判なんかしなくていいわけですよね。このこっちの人に向かってこういうふうにやっといてねって指示だけすればいいわけだけども、この人が、ね、それを担うしかないわけだから、批判しかつ担ってもっと力を出してもらう、ね、もっとちゃんとした人になってもらわなきゃいけないわけだから、それは支援なわけですよね。だ批判と支援って常にセットになってないといけないんですよ。だからちゃんとした先生って学校の先生なんかでも、ね、子供叱るときに、ね、悪いとか悪いって叱りながら必ずそれっきりにしないで、でもまあね、お前にもこういういいところもあるしって言うんで、ね、ポンポンと肩を叩いて、ね、よし OK みたいな感じになって、そのちょっと、ね、テンション上げといて送り出すっていうぐらいのことってすると思うんですよね。それは子供育てる場合にも同じで、一方的に子供が間違ったときにそれ、子供には反論しようがないですね、間違った。でも、ただ間違ってると言って、お前ダメなやつだって言ったって、ね、そなかなかその後、ね、すくすくと育たないので、これはダメだよ、やっちゃって。でも分かった。で、分かったらもういいのってさ。で、君はいい子だ。ギューッと、ね、ハグしてあげるっていうね。そういうふうにしていって、ね、その欠点をその人自身が自分で気がついて、自分で修正していくっていう方向に、その修正していくだけの力がないといけないから、やっぱりここでもね、エンパワーメントが絶対必要なんですよね。クリティックとエンパワーメントがセットじゃなきゃダメなんですよ。今のその世の中って、世の中というかメディアの構造上悪いその批判の方が目立つからっていうことなのかもしれないですけど、私が一番悲しくなるのは、そのすごい何とも言えない嫌な嫌味のコメントに1万いいねとかついてる、万のいいねがついてて、ねえこれをいいねって言ってるみんなはどうなんだみたいな、これっていうのが、でもそういうのもらえるからいいねはいっぱい、秀逸な嫌味にはいいねがいっぱいつくからもっと書きたいみたいになっていくじゃないですか、きっと。そういう世の中になってたのか。そうなんですよ、すごいヤフーニュースはすごいですよ、コメント。いや僕もそういう堅牢なところに近づかないようにしてる。いや本当に、それが、なんだか知らないですよ。ヤフーコメントってんだけど、ヤフーコメントって何なんだろうな、それは食えるのかいみたいな感じ。そのぐらいじゃないと確かに暗い気持ちになっていっちゃうか、そのね、さっきも言ったけども、その人を批判したり攻撃したりするのっていうのはね、すごく全能感与えるんですよね。これ僕の武道の先生がおっしゃってたんだけども、物を作る、物を壊すんだったら、物を作るのは壊すことの100倍難しい。100倍の力がいる。ということは、ね、ある限られた能力の人にとっては、うん、物をクリエイトすることと破壊することだったら、破壊するのは100倍の達成感がある。人が、ね、100人の人が永遠として気づいたものを、一人の人が一瞬で壊すことができるわけで、俺はすごいと思う。でもね、これは大きな勘違いで、作るのと壊すのっていうのは、使う力が全然違うわけです。もうそこに使うエネルギーも時間も創意工夫も全く違うわけであって、壊すのってね、本当に簡単なんですよ。本当に簡単に壊せるの。だってね、あと人間関係なんかだって、ね、10年かかってこう、ね、一生懸命こう構築していって、ようやく築き上げた信頼関係 を破壊するのって5秒でできますからね、壊そうと思ったら。ね、俺、お前嫌いなんだよ。って言って、そう終わりですもん、それでね、お前って本当に卑劣なやつだなと、そこで言ったらさ、それでもう、ね、10年かかって築いた信頼関係一瞬で壊れますからね、壊すのって簡単なんですよ。だから、自分に力があるかないか、自分に力がないことを、まあ、に対してある種の劣等感とか屈辱感を感じてる人っていうのは必ず破壊的な方向に行くんですね。100倍増幅されるから、自分の力が、だから集まるんですよ。
その人を批判するところに集まるのっていうのは、あれ全能感とか爽快感求めてるんですよね。でそのものを作り出す、新しくゼロからものを作り出すことっていうのはね、全能感とか爽快感ってね、あんまりもたらさないんですよ、ね、結構疲れる、あやっと作ったぜっていうんで、まあこうね、ほっこりとした満足感はあるんだけども、やったみたいなものっていうのはね、なかなかそんな簡単には手に入らないんですよ、ね、だから手軽に全能感を求める人は必ず破壊する方向とかね、批判する方向とか、人が生きる気力をなくすとかいう方向、それを達成としてカウントしていくっていう方向になっちゃうんですよね。それをどうにか、そう、先生が数日前、ちょっと前にホームページで書かれていた道徳についてのお話でもすごく思ったんですけど、うん、そのタイタニック号とかがもう沈みかけて救命ボートがあと一人しか乗れない時にどうぞって言える人はどんな人かっていうお話で、まあ、今までに幸せ、自分の人生は幸せだったって感じれる人だと書かれていて、で結局なんだろう、今そのまあ、分からない、数として本当に増えてるのかどうか私は検証してないから分からないですけど、そういう批判とかバッシングが目立つとかよく目につくっていうことは、自分の人生は満ちていたから、ぜひ他の次来る人たちにも幸せな人生になってほしいって思える人が減っているっていうことなのかなって思ってまあそれは悲しいけど、どうにかしなければいけないって私は、そんな人はいつの時代もたくさんはいないと思うんですけども、ね、たくさんはいないんで、今特に減ってるとか増えてるとかっていう、まあ、ではないですか。その今いつもいつの時代も不幸な時代ってそういう時代なんですよね。貧しい時代とか不幸な時代っていうのは、なかなかそういうね、人に親切にしたり人に譲ったりっていうですね、ことができにくい時代ですけども、でもそれがそういうことが大事だってことはみんな心のどっかでは知ってると思うんですよね、うんうん、だって周りにそういう人がいっぱいいたら自分だってとってもありがたいし幸せだし、ね、うん、みんながどうぞどうぞお先にどうぞって、うん、ここ最後のボトル次々とあどうぞどうぞお先に、いや俺はもうどうぞお先にって言われたら、あじゃあいいですか、俺いただきますからって言ってパッと行けちゃうわけだから、うん、助かるわけだから、うん、そういう人がいっぱいいてくれた方がいいに決まってるってことはね、うん、みんなも分かってると思う、ね、あの理屈としてはね、うん、あとは自分がどうやってそうなるかってことですよね、うん、これはもう個人の問題なので、うん、あのね、幸せに一生懸命幸せに生きて、ね、何かあった時にあいいっすよ、僕はいいっすよって言えるっていうね、うん、それはすごく本当成熟とはそういうことだって思いましたね。それはまた違うこの本とは違うけれど、そういろんな角度からそのなぜ成熟が難しいのかっていうのはこの本で書かれていて、すごい心に残ったのいくつもあったんですけど、ささやかなことに気づくっていう力も成熟の一歩だし、自分は未成熟だと気づけることとか、本当にこれがなかなか当たり前のように聞こえるけど、やろうと思うと難しいなっていうのが思うところですね。なかなか、この間もそんなね、友達とそんな話したんですけどもね、はい、まあ、僕のちょっとこれ僕の書斎なんですけども、はい、素敵です、ね、見えるかな、わこんな感じ、こんな感じの、はい、こんな感じの本棚があってですね、はい、でまあ本が1万冊ぐらいあるんですけども、でよく聞かれるんですよね、これ何冊ありますかって言うから1万冊ぐらいかなってさ、これを全部読んだんですかとか、読んでませんよどれぐらい読んでますって、 2,3 割かな、あとの8割9割読んでないんですっていうんで、みんな結構びっくりするんですけども、はい、でもそういうのもどんどん本買って、うん、どんどん並べてくるんで、まあ、どんどんよそうやってよ、ね、もう僕の年考えると多分死ぬまで読まない本っていうのがどんどん増えていくわけだけども、でもねそういうことだと思うんですよね。毎日本棚見分けて何感じるかっていうと、うん、あ俺はこんなに物知らないのかって、うん、こんなにものを知らなくって、うん、この人のものもこれも読んでなくって、うん、みんなが読まなきゃいけないと、これも読んでない、あれも読んでないって、でも、あと残り余生考えると、これ、うん、これをついに読まずに人生終わるのかと思って、その、いかにものを知らないのかっていうことに、愕然とするっていうのが、うん、書棚を見上げる毎日なんですよね。でも、それってね、やっぱしね、とっても大事だと思うんですよ。自分がいかにものを知らないかっていうことを、骨身に染みるっていうのがね。だその、ね、若い頃はそうじゃなくて、読んだ本を並べておいて、あ、これこんだけ本読んだ、ね、こんだけ知ってるって言うんで、それをこう誇ってたんですけども、ある時期からそれ変わるんですよね。
自分の無知を可視化する装置としてこう書棚があるというふうになってくると、ね、そうすると、まあ、自分が知ってるのはでもこの中のこれぐらいのことしか知らないな、でもこのことに関しては割とちゃんと知っているので、ね、あの分野の違う人たちに対して説明できるんじゃないかなってですね、自分の分を知るっていうかですね、うん、ことができるようになるんですよね。そのね、分を知るためにはね、その自分が何を知らないかっていうことを知ってる必要がある、うん、ね、自分が何ができないかを知ってる必要があるですね。あのさっき冒頭のところに多様性といってね、はい、そのいろんな多士生成でいろんな専門分野の人がね、コラボレーションした方が絶対効率いいんだけども、あのコラボレーション、専門家同士のコラボレーションっていうのはとっても難しくて、うん、自分が何ができるかっていうことをね、俺はこれができるぜっていくらこうね、うん、アピールしてもあのコラボレーションできないんですよ。コラボレーションって私はこれができるけどこれができない、うん、誰か私の代わりにこれやってくださいっていうのが専門家が、ね、別の専門家たちとコラボレーションする条件なんですよね。つまりしてほしいことね、これできないのでこの辺よろしくお願いしますって言って、うん、それをきちんと言葉にできて、ね、その相手に伝えることができるっていうのが専門家と専門家がスペシャリスト同士がコラボレーションできる条件なんですよね。俺はこれできるぜいくら言ってもダメなんですよ。これができないのでどなたか僕の代わりに僕の横でこれやってくれる方いませんかっていうのが、うん、それをきちんとクリアカットにあの言葉にできるっていうことが、それが専門家の条件なんですよ。それができない人は俺はこれを知ってる、あれができるっていくら言ってもそれはアマチュアなんですよね。そうか、なかなか自分のできないこととか、まあ、知らないことを特に、まあ、知の専門家とされてるいたらね、それを開示するのは勇気がいるというか、これ知ってるっていうことを伝えた方がなんかね、居心地きっといいだろうからそうなっちゃうけど、でもいい年になるともうどっちかっていうといかにものを知らないかっていうことを、それをリストアップしていく方が面白くなってくるんですね。うん、そっか、ありがとうございます。お時間になったので、あのここまでにしますが、みんなコメントを寄せてくださった方もいて、今のこの世の中がってことだと思いますけど、正義感が暴走してるっていうコメントがあったり、あと、まあ、美意識、その成熟かどうかっていうのは美意識がある人かもみたいなコメントもあったりして、はい、掃除がいいかもとかも書いてあって、なんかそういうささやかなことっていうところに対してだと思いますけど、うん、そのなんか年取ってくる、いや年取ってくるのって嫌なことでもあるんですけど、今ちょうど中途半端な年齢なので、なんかこうなんだろう、そのアンチエイジングとか思っちゃったりもするけど、昔よりもいいのはそのささやかさに若い頃は気づけなかったことに気づけるようになってくるっていう良さはちょっとある気がしますし、今日先生のお話を聞いて、まあ、その自分が知らないこと、まあ、もう私なんて無限にありすぎて、あのいくら時間があっても足りないという感じしますけど、そういうことに敏感でいたいなと思いました。あのこの本皆さんあのぜひ、本当に責任の話とかもそうですし、もうたくさん私折りすぎて赤線もいっぱい引きすぎて今日のメモとかもすごいたくさん用意したんですけど、そういう知をひけらかさない成熟さを身につけようと思いました、はい、ありがとうございました、はい、すごく楽しかったです、はい、どうもありがとうございました、はい、失礼します。さようなら。